高地競馬、旧レース、ファイナルレース、1400です。能力偏差値ですが、B ランク3等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。3枠3番パラダイムチェンジです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では前層。 2層前、3層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前はピンク色の着順が6着で紫の丸が1600。昨年の10月は。 ピンク色の着順が3着で1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬は不在です。先行タイプがロットを言います。この一角侵入予想図の状況からは、スローペースが予測できます。先行勢に展開の利がありそうです。 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は4番手からの競馬です。昨年の10月は、7番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は20で8位です。上がり指数は36で2位です。 まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価をしていいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。一枠一番、ノアムサシです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは B ランクとなります金5層では2層前、3層前に黄色線を上回っています能力的には上位混戦の1等で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は紫の丸が1600昨年の11月は紫の丸が1300 1400は守備範囲です 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は8番手からの競馬です。昨年の11月は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は20で7位です。上がり指数は36で3位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。スローペースは大きなリスクになりそうで、 展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています8枠11番ポルトドレーブです能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では前層3層前に黄色線を上回っています能力的には上位混戦の1頭で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は紫の丸が14003走前は紫の丸が14001400は出来距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は9番手からの競馬です3走前は5番手からの競馬です中段より後ろめからの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は16で10位です上がり指数は35で4位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干ありますスローペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠10番エラスムスです能力偏差値は4位で偏差値ランクは c ランクとなります 金5層では、前層、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混線の1等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1400、昨年の10月は、紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は8番手からの競馬です昨年の10月は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は15で11位です上がり指数は33で6位です上がり指数は評価できません差せないリスクがありますスローペースは大きなリスクになりそうで展開面はマイナス評価した方がいいです 次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠9番フィロスです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは d ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の10月は紫の丸が13。 昨年の7月は紫の丸が1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の10月は5番手からの競馬です。昨年の7月は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で3位です。上がり指数は34で5位です。 平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った3番の対戦成績は、11番に対し、1勝0敗、10番に対し、2勝0敗、9番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。3番の対戦成績は、 高評価できます暫定丸を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定×を打った9番の対戦成績は3番に対し0勝1敗 1>, 1番に対し、0勝3敗、10番に対し、0勝1敗と負け越しています。9番の対戦成績には、リスクがあります。最後に、コース特徴と枠順による有利、不利を見ていきます。コーチのコース形状は、1コーナー2コーナーのカーブがきつく、3コーナー4コーナーのカーブが緩やかになっています。最終コーナーからゴール盤までは2 0 0メートルしかなく、直線一気にはなりにくい。 先行有利のココーース形状となっていますの大きな特徴として、内らち沿いの砂が厚く、内らち沿いを通らされると大きく不利になることです。1400の発想地点は最終コーナー引き込み線からとなります。1コーナーまでにはそれなりの距離があります。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。若干、内枠不利になりますが、1300ほどの大きな不利はありません。 1300より1コーナーまでの距離が100メートル伸びることにより内枠の馬が内らち沿いにすりつぶされる可能性が低くなるからだと思われます外枠は若干有利ですが誤差の範囲です以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは3番パラダイムチェンジです能力偏差値はトップの B ランクです距離と展開と 対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは11番ポルトドレーブです。能力偏差値は3位の B ランクです。展開にリスクはあります。距離を高評価しました。黒三角を打ったのは1番ノアムサシです。能力偏差値は2位の B ランクです。枠順にリスクはあります。白三角を打ったのは8番ウエスタンカッターです。 能力偏差値は6位の D ランクです。展開を高評価しました。罰を打ったのは10番エラスムスです。能力偏差値は4位の C ランクです。展開にリスクはありますが、距離を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、 必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。